それぞれ本日の試合の振り返りをお願いします。まあ、しっかり勝てたことはすごく良かったですし、自分自身も結果を残せたことは良かったかなと思います。でも決勝までつなげられたっていうのはすごく大きなことだと思いますし、まあ、個人でもしっかり点を取れたっていうのは良かったかなと思います。優勝まであと一つです。決勝への意気込みお願いします。まあ、今日みたいなプレーというか、まあ、それ以上なに、まあ、自分自身もたくさん走ったりとか、こう結果を残してチームを勝利に導きたいなって思います。リーグ戦では悔しい思いをしているので、しっかりとチーム全員で後輩取りに行きたいなと思います。最後に2人でファンサポーターに一言お願いします。応援、せーの、応援よろしくお願いします。